皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは大阪店店長浅井さんです。はい、浅井です。今日もよろしくお願いいたします。今回紹介する車がこちら。はい、やってまいりました。1000馬力ボンドグループ初紹介ですかね、はい、の SF90 と SF90、はい、今日90にしましょうね。SF90 だとちょっとそうですね、ダサい、はい、ダサい感じですね、はい、SF90 の方をかっこつけて紹介させていただきたいと思います、はい、現場じゃ90って言ってますけどねそうですねはい、はい、で、浅井さん SF90 初紹介って言ったんですけど、はい、1000馬力も多分初紹介です。ああ、1000馬力超え、はい、ついにそこまで来ましたか。突入いたしました、はい、1000馬力っすよ。すごいですね。まあでもこれ、まあ、ちょっとねオーナー様の許可を得て、はい、まあちょっとその辺、走らせて、もちろん飛ばしてはないですけれども、本当街中も扱いやすかったので、まあ、1000馬力あるとはちょっと思えないですけど、本気で踏むと多分やばいんでしょうね。とてつもない車なんですけど、はい、これをもうほぼ新車なんですよね。これまだ100キロ以下ですので、ほぼ新車ですね、はい、そして最初にも言った通りカスタマイズ紹介ってことで、そうカスタム紹介、これいじっちゃうんですね。早速、まあ、ローダウンとホイールだけで、はい、であとちょっとねスケジュールの都合上、今からプロテクションフィルムとかはかかっていきますので、なので走行シーンはまた後日ちょっと改めて、プロテクションフィルムとかと、施工して後になるんですけれども、今日はねツッチーのせっかく来ていただいたので SF90 を SF90 を一緒に紹介していきたいと思います、はい、多分終始リアクション動画になると思うんですけど、そうですねでそんなに僕ももちろん詳しくないし、うん、ここにめちゃめちゃ詳しいって人はあんまりいないと思うんですよ。 まだだって見ること、でも俺2台目だからね。あ、マジっすか、うん、僕今日初めて見ました。あ、まあ普通、あでもね結構ディーラー行ったら結構置いてあったりしますし、で僕自身のお客さんは2台目がの2台目の車、前はね赤のお客様だったんですけど、はい、今回はこの色見てください。これやばいっすね。これでも見たことないでしょ。見たことないっす。だいたい赤とか、ここにね、何あれ入ったストライプ入ってる、ストライプが入ったやつとか多いんですけれども、ストライプっていうのか分かんないですけど、別の色になってるやつですよね。そうそうそう、この色はもう珍しいでしょ。珍しいっす。さっきオプション一覧見てましたけど、これももちろんオプションの、グリジオシルバーストーンマットですね。これなんか普通のよりちょっとザラザラ感ちょっと強くないですか、普通のマットより。そう、それはそんなに思わなかったですけど、でもこの本当にデザインに、この宇宙船みたいなデザインに本当に合ってるなという、もう金未来感がすごいなというような思いますね。これやばすぎて、僕これ今日初めて見た時に、はい、ラッピングかと思った。あ、確かに、はい、いやまさか、まさ まさかそんな SF90 こんな、ね、こんな色オーダーするねえだろ、はい、注文するお客さんさすがにいないだろうと、はい、なと思ったら、はい、カメラマンが いや普通にこれ塗装ですよつって、つなぎ目ないですもんつって、あ本当だと思って。まあでもこのオーナー様はフェラーリ何代目だろう。まあでもそうですよね。 F8、まあ、F8 も黒だったんですよね、はい、で488も黒だったんですよね。とりあえず黒が好きな お客様なんですけれども、今回ちょっと変わった感じで、グリジオシルバーストーンにされたような感じです、ね、多分日本でこれだけじゃないかなという確認はしないですけど、ね、まだそうでしょうね。多分そんな感じになるんじゃないかなと、なると思います。で僕は初めて SF90 見たんですけど、はい、これ造形すごいっすね。すごいですね、まあ、本当にプロテクションフィルムが貼りにくそうな、いやこれ多分貼れないとかそういうレベルになってくるんじゃない。あでも前も貼、まあ、それは貼れるでしょ、まあ、前も貼ったし相当大変だと思いますよ。まあ大変ね、施工の人は大変だと思いますけど、バンパーもこうやってここだけカーボンなんですね。あそうそうですね、カーボンですね、うん、でもこの横もサイドのオプションのカーボンついてますから、これもで今回すごいんですよね。ただでさえすごい色の、もうただでさえすごい SF90 がこの後紹介しますけど、とんでもないオプションがついてる。オプション金額1900万円。リストを見てびっくりしましたね。普通に住宅じゃないですか、価格が。オプションだけでちょっと土地、いやいや買えますよ、ちょっとね、ちょっとした家、はい、家というかマンション買えますからね、オプションだけで全然買えます。で車体本体入れるともう都心の家買えるんじゃないかっていう、はい、マンションになっちゃう、はい、それを今回改造してるんですから。そうですね、早速。そしてもうダクトもここもちょっと僕720初めて見た時もヘッドライトのこの形状とかびっくりしたんですけど、はい、ここもダクトになってたりとか、うん、でここダクトになってるわけじゃないけど引っ込んでたりとか、うん、これちょっと画面で伝わるかわかんないですけど、えぐい形状しますね。そうですね、かなり立体的で、
ね、新世代のフェラーリという感じはすごくしますよね。でもともとこの SF90 で車がラフェラーリとかあと F40、50とか、うん、あの辺のなんか、まあ、限定ではないんですけど、うん、スペシャルモデル的な立ち位置の、まあ、気合入った作りの車なんですね。そうですね、まあ、値段も気合入ってますけど恐ろしいです、はい、でこの造形の前回りからちょっとあの話はそれますけどワイパーのこれとかついてるんですね。これもさっきカメラマンとこれなんすかねなんて言ったらこのダブルアクションアーム、いや違います、これです。なんでしょうねこれ。多分こうワイパーがこう上がった時に浮かないように、うん、あ押さえつけるため。多分そうだからね、すごい、ガラスが湾曲してるのでこれワイパー動かしたら分かるんですけど、すごくね、この辺まで来るのに、あやっぱりそうなんだ。だから2本使ってるんですよね。こう2本でこういう風な感じ、立体的な動きじゃないけどできるように。そうだってこれも こんなゲージャーしてで、ね、こんなガラスっすよ。そうへえ。そして横に回っていくと早速カスタマイズポイント。そうですね、まあ、今回のメインの作業にはなります。まず車高は、ちょっとだけローダウンしてますが、これリフターはない、オプションで600万円するアセットフューラーのパッケージが装着されてますので、リフターはついてません。さらっと言ってますけど、オプションで600万円でってもそうだって言ってる単語がバグってますよ。だってさっきツッチもね見てたけど、これ、チタンのサスペンションを持っていただけると分かるんですけど、まずさすがチタン製なのですごく軽いのと、スプリングがチタンって聞いたことないです。聞いたことないですね。あのエンジンのバルブのなんかあれがチタンとかっていうのはまだ分かりますけど、スプリングがチタンって初めて聞きましたね。チタンって初めて聞きました。でエンジンのマニホールドとか、はい、マニもチタンらしい。そうだから600万円ぐらいするんですよね、はい、そうであとはこう、ね、ダックテールとかになってるんですね、はい、まあ、その辺のエアロパース的なものもいろいろついてくるっていう。で、1センチだけ、はい、まあ、フロント1センチ、リア15ミリでほんのちょっとだけ、遊ばない程度にですね、ローダウン純正車庫調でさせていただいて、じゃあもちろんバネ交換もしてないんですよ。できないですよ、ね、してないですよ。いやまあどう見ていくか出てると思うけど、でもバネ交換しないでしょ。しないじゃないですか。だからちょっと、まあ、ビジュアル的に言ったら本当はもうちょっと下げた方が、でも見た目はいいのかな。リフターついてないからね。もうこの辺がまあ限界ぐらいかなと、十分これでかっこいいかなと。東京店ウッチあたりだったらもっともうベタベタでしょうね。ベタベタしましょうねっていう、はい、で前後ロベルタでしょうね、はい、ちょっと大人な車高の。そうです、はい、ただしっかり下がってる感ある。そうですね、まあ、これで普通の人は十分ですね、はい、さらにスタイリングがパワーアップしてると、はい、そしてやってまいりましたホイール、ベロス、デザインワークスのホイールですね。浅井さんこれ僕やばいの持ってきたなと思ったんですよ。そう、まあ、これはもう完全にオーナー様の趣味でもうこれがいいということでこのホイールを選択させていただいたんですけれども、まあ、SF90 ね、一発目にしてはいい感じに決まったかなと思います。これはF40 ですね、往年のフェラーリのデザインですよね。なんていうんでしたっけ、もっと遡るとクロモドラって言って、そうそう、もっと古いフェラーリが履いてたもう定番のこの星型の5本の、はい、でもやっぱり、まあ、最新のフェラーリも合いますし、まあ、どことなくアメリカっぽい。だちゃんと現代風になんかこうアレンジされてますね、はい、だからもうそれこそ当時もののデザインそのまんまだと、うん、多分この車のビジュアルに全く合わない、うんうんうん、だそれちゃんと現代風にこう例えば少しコンケーブさせてたりとか、うんうん、あそうですね、ディスクちょっと出してたりとか、うんはい、そうですね、現代風にアレンジして書いてるっていう。で、まあ、今回フィニッシュこれ何なんですか。そう、まあ、これは本当にリムグロスブラックでディスクは、サテ、まあ、マットブラックですね。タンツヤとツヤタンツヤとそうですねツヤリ。これお分かりいただけますでしょうか、この位置関係まあ すごいですね、すごいディスク出てますね。コンケーブしてるからまあそうなるんでしょうね。キャリパーもでかいでしょうし、めっちゃ立体感、うん、でピアスボルトは黒にして、はい、まあ、空気圧センサーももちろんフェラーリ純正を作動するようにちゃんと読み込みましたので問題なく作動しますね。でこれ ボルトなんかもちゃんと黒のボルトは黒、普通の黒のボルト、はい、まあ、これは別にチタンとかではないですけど、でも結構そのフェラーリだからチタンのボルトとかって、まあ、やろうと思ったらできるんですけどね、でもこれちゃんと今回のコーディネートに合わせてってことですよね。まあ、黒で、それはしてますね。でもこの雰囲気いいでしょ。めっちゃ雰囲気いいです、うん、はい、フロント21インチリア22インチ、いや22っていうのはちょっとポイントなんですよ。そう、それ後ろでしょうか。後ろで後ろにしますか。そしてセンターキャップ、これフェラーリ純正ですか。純正、あこれは純正カーボン、新車で、これはもう買えないらしいですけどね。あ そうなんですか。新車だったらオーダーできるかもしれないんですけど、
アフターパーツでこれだけ変えたんです、昔変えたんですけど、今もオーダーしたらオーダーも取れないので。じゃあこれも貴重品なんですか。貴重品です。でベロスっていうのが正直そんなにめちゃめちゃこう、ね、ボンドグループで今まで販売してきたホイールじゃないじゃないですか、はい、でも篠原もアベンタの SVJ につけましたし、まあ、割と最近こう徐々にこう増えてきてる感じします、うん、アメリカでは、ね、もう有名というかめちゃめちゃ有名ですよね。SNS とか出てますから、まあ、割かしデザインも、ね、結構いいので、まあ、お客さん もう完全これしてだったんで、もうこのメーカーのこのデザインじゃなきゃ嫌だっていう。デザインもいろいろあるんですよね。あります、あります。奇抜なのからこういうちょっとねクラシッククラシックなのかありますね。クラシックの入ってますもんね。そうですね。最近アメリカのインスタとか見ても、うん、結構クラシックのやつとか結構来てる流れは確かに感じますよ ね。でこの間のライブ配信でもベロスいいよねっていう話。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でそんなに僕正直全部チェックしたことなかったんですけど、改めて見たら結構バリエーションあるし、履かせ方で結構いろいろできちゃうなと思って、って言ってる矢先にこう浅井さんからすごいのできたよって言われて、って超びっくりしたっす。だからでも高いけどね、高いっすよね。いやもうこれ高いのじゃないと見合わないですよ。もうそりゃそうですね、はい、車体が車体ですからね。でこれタイヤはあれですか、純正ですか。純正の使い回しじゃないですよね。純正は20-20だから、ミシュランの、まあ、パイロットスポーツ 4S、 これもね、あえてのミシュランなんですか。やっぱミシュランが多いですね最近は。あ、そうなんですか、うん、多い。ただこのフロントも今欠品中ですからね、この動画撮影してる。あ、そうなんですか。世界的に欠品なんで、なかなか次入荷までちょっと時間かかるかなっていうので、僕らとしては結構ね、結構問題というかね、物がないっていうのは結構問題なので、浅井さんルートを使ってもうあらゆるルート見てますけど見てますけど、貴重なタイヤも、はい、到着されて、ね、ミシュランでセットしてますね、はい、であとちょっと傘の紹介一回挟んじゃうんですけど、はい、これミラーやばくないですか。ここから生えてるんですよ。ほんまや、普通ここからやねですよ ね、すごいね。どうなってるんですかっていう、ね、すごいですね。だからそれだけこのドアがこうなってるのと、このぐらいだってラウンドしますからね、うん、すごいですね。この造形すごいっすね。これ本当実写見たらめちゃめちゃかっこいいですよね、この造形。やばい、このサイズかっこいいな。で、まあ、ここ488みたいにまあラックスついてますけど、これだってこうっすよ、もう全部ラインがつながって。すごいね。これもカーボンですね。だちょうどそのキャビンがこう本当に宇宙船みたいに、あ、確かにモノコックになってるんでしょうね。なんかマクラーレンのシュリンクラップドデザインでしたっけ、あんな感じみたいにこうキャビンがこう包まれるような、包まれてるような、はい。そして後ろ行きましょうか、はい、後ろなんと22っていうことで、22ですね。なかなかこれが多分日本初じゃないかな、日本では初じゃねえかなと。まあアメリカではねもちろんありますけど、でオートサロンで、TWS さんとかねもちろん SF90、出してましたけど、2121だったので、まあ、22は、まあ、まだ日本では履いた人いねえだろうと思いますね。当然21だとタイヤの厚みが厚くなるわけですよね。ん、あ、21よりはちょっと厚みは大きくなってますね、外形は。あ、外形も少しアップしてる。アップします、します。でも21だと厚みもアップしますよね。変わらないですか。厚みは変わらない、25なんで変わらないですね。そうなんですか。そうそうそう、ただ22の方がなんかしっくりくる感は。やっぱボディ大きいですからね、うん、デザインとか大きさ的にはやっぱ最近の車22の方がしっくりきてますから。だって458の時代から458、488、F8、まあ、無数にホイールタイヤ交換してきましたけど、458の時代から22、フロントは21、リア22の組み合わせでしたもんね。基本的に1インチアップさせるっていうスタイルですよね、だから20-20だったんでフロント1インチ、リア2インチアップですよね、はい、ずっと、はい、ずっとそのスタイルでやってます。だから無理やり入れた感全然ないという、うん。でもう一個すごいなと思ったのはフロントと全然イメージ違うんですよ。ああ、そう、まあそれはキャリパーの問題なんでね、ある程度、そうな、な、まあ絶対的になりますけどね、はい、まあその幅だったりだとかキャリパーだったりとか幅も、ね、の問題もあるんですけど、リアはしっかりこうリップが取られて、そうでディスクもちゃんとこう引っ込んで見えるというか。そうですね。でこのメリハリ、まあいいですよね。で結構そのコンケーブしたトゲトゲしたデザインのホイール履いてもだいたいフロント結構フェラーリ系だと平らになって、ね、リア結構グッて取れる感じですけど、うんうん、これがリップ取ったホイールだとめっちゃかっこいいですね。あ、そう、うん、リップのホイールもね最近またリバイバルで人気ですから。でちょっと前まで割とこうリバースのここ平らなやつ多かったんですけど、最近5ステップのやつが、うん、そうですね、またリバイバルでこう最近流行ってきてますけど、これかっこいいっすね。ね、かっこいいですね。もう最新のホイールにこのねクラシックの感じの
ホイールがまたいいですね。最新の車、最新のホイールなのにこうスタイルはちゃんとクラシックのとこ行ってる。だからもう絶対これフェラーリも、まあ、もちろんこの車買える人なんでもう何台も乗り継いできてんだろうなっていうのも想像できるし、もうなんかカスタマイズも多分全然初めてとかじゃないんだろうなっていうのがもう秒でわかりますね。だって何台何台ですか、もう 2,30 台ぐらいここ数年でもカスタムしてるんで、いろいろいじっていろいろなの入ってきたんだろうなっていうのがもう秒で分かりました。そうですね、はい、今までいっぱい入っていますね。そう考えると ADV1 にしろ、ね、ボッセにしろいっぱい入ってきましたね。そうなんですか。じゃあ数々の単造ホイールをもう数々の単造ホイールを入ってきましたねなるほど、アナーキー1221も入ってましたね、はい、数々の単造ホイールを入ってきて今これに落ち着いた感じですね。でこれあのカスタマイズの紹介で1インチアップなんですよって軽く言ってますけど、はい、これがあの、まあ、もちろんそのアップしてるんで、うん、車がなんかすごく細かく見てて、そうだからちょっと注意点はね、まあ、あのあります、まあ、その辺はまたあの直接問い合わせいただければあのお話いたします。ちょっとポイントがあるみたいなんで、はいはい、詳しくはアサイテンチメント。そして後ろ行きましょうか、はい、そのアセットフィオラノでこれがついてるんですよね、まあ、アセットフィオラノなのでこのダックテールが、ね、これもどうなってるんですかっていうぐらい空力。あでこれあれあれよ、はい、あのあれ、速度が、はい、上昇するとここが上がる、ここが上がるんですか、じゃなくて下がる、はい、そういうことですか。下がってここに空気が通って、ここに空気が通って、ダウンフォースを稼ぐという。これあの488の紹介の時に僕勉強したんですけど、なんかそのウイングでこうダウンフォース稼がないでこっから空気入れてバンパーのこっから出すのってフェラーリの特許だとかって、あ特許なんやらしいですね。そうだからこれも速度がつれたらこれが上がるんじゃなくて下がる、はい、下がってそれに該当するか分かんないですけど、だからそれを多分より効果出すためにここ、あそうそうだと思いますね。はこれえぐいっすね。そうえぐいし、これディフューザー見てください。だいたいディフューザーってあの普通樹脂にするんですけど、はい、するので、はい、カーボンです。全部カーボンです。全部カーボン。しかもこの立体感わかります、はい、15センチぐらい出てますあ純正ですのでね、別にあの純正です。純正でこの形をやってくるんですよ、はい、で、このフィンもねすごいですよね。これフィンだって中開いてますからね、ここすごいですね。まあ確かに空気の流れとしてはこうだから別にここいらないですよ、うん、まあいらないですけどね。でもこれフルカーボン、ここまでカーボンの人はなかなかいないですよ。バックできないですよ、怖くて。バックできないし、輪止めが怖い輪止めが怖い。だからね、あんまりローダウンできないですよね。これちょっともうどうなってんですかっていうっていう感じですね。そしてこのナンバーのベースも見たことないですよ、これね本当にね、どうなってんだっていう、まあ、賛否両論ありますけども、うん、これここしかなかったしこうするしかなかったんだろうなというのはちょっと思いますけど、ね、これ日本仕様でこうなってるってことなんですか。ベースでもこれ日本サイズと、あベースは日本仕様じゃない、日本サイズ、まあ、アメリカと日本はこんなサイズじゃないですか、ね、ナンバーともこれこれなんですか。そう、うん、この辺はよく知りませんが、まあ、日本仕様はこれですね。はすごいですね。でマフラーもここですからね、ここ、はい、ちょっと今後本当にマフラー交換ができるのかできないのかとかって、できないですねこんなのだってノーマルで、はい、ノーマルでチタン駅前でしょ、はい、まあ、駅前にチタン、はい、ですからね、はい、まあ、フェラーリ今エンジン関係すごくうるさいので、まあ、タイヤホイールでもね、まあ、音純正でもすごくいいですし、タイヤホイールだけでもこんだけ印象が変わりますので、まあ、そういった意味でもカスタム、あとはプロテクションフィルムとかね、はい、それはもう変わらずすごくもうパンいつもパンパンですので、ご用意いただければなと思いますね。あとこれもアセットフィオラノのパッケージなんですよね、カーボンの違います、このレキサンっていう樹脂のそうらしいね、はい、でもね俺これしか見たことないから分かんないのアセットフィオラノしか見たことないのアセットフィオラノのこれあれらしいですよ、このレキさんのだからダンパーが、はい、ダンパーがないんだよね、リア、はいはいはい、カチャーンでこう、はいはい、普通の国産みたいな、はい、柔らかいから、はい、こうダンパーがないんだよね、はい、でさっき載ってましたね、ネット上に。でこのレキさんっていうのがなんかその普通のポリカと違って透明度がまずめちゃ高い、へえ、あとその対衝撃性強度がすごくある。だからまあレーシングカーのそのウィンドウとかに向いてるらしいんですけど。あ、そうなんですね。だと耐熱性もすごく高いらしいです。あ、120度ぐらいまで全然大丈夫らしいんで、まあ、エンジンの上ですか、ね、らしいです。でこれちなみにエンジンめちゃめちゃ低くないですか。低いっす。そうだからすごくそこもこだわったんですよね、フェラーリが。
でこれエンジンがあれなんですね、 F154 とかって言って、うん、まあ、フェラーリのいわゆる4リッターだいたい4リッターぐらいのターボ、うんうん、まあ、カリティとか488とか F8 とか、うんうん、あの辺のあのエンジンの派生モデルらしいですよ。あ、なるほどね。ただ F8 とかと排気量が微妙に違うんですよ。あ、ボアストローク両方変えてるらしいですよ。使い回しでハイブリッドくっつけましたじゃなくて、うんうん、もうこれ用にもうエンジンを再開発というかして、ハイブリッドガッチャンコしてやってるらしいです。それで1000馬力ですか。らしいですやばいですね、日本のどこ走るんだっていう。いや本当っすよね。でこれが2つということで、あ、そう、左側は充電器、こうカチャンと、こっちが充電なんですよ。ちょっと後で開けてみましょう。そうで向こうが普通にガソリン入れる。そうですね。で、あのハイブリッド、ハイブリッドって言ってるんですけど PHV なんですね。 PHEV か。だから外から充電できるハイブリッドなんですよね。あ、そういうことね。あ、そうかそうか、そうですね、そういうことですね。だからもう言ったら、あのプリウスの PHEV と、なんかもうスーパーカーが合体したみたいな確かに。だからもうすごい未来を感じました、僕。そう、さっきね、ちょっと車を動かしてる時に、まあ、電気モードだけで動かしましたけど、すごい言ってたもんね。びっくりしたっす。だってこのビジュアルのこれ車が何の音もせずに動くんですよ。シュイーンってこう動いてましたから、ね、いや、それが低速だけだったらまだわかるじゃないですか、うん、じゃなくて135キロぐらい出るらしいです、それで。で距離で言うと25キロぐらい走れるって。もうだから普通の街乗りとか市街地住宅地だったら、うん、全く無音で、あ、そう、近所迷惑一切ならずにこの車が乗れるってすっごい画期的じゃないですか、うん、だからオーナーさんもね、それはやっぱり今までね、なかなか大きい音の車ばっかり乗ってきて、もう音無音の方がなんか楽しいんじゃねえかって、もうなんか近未来で、ね、いいんじゃないかみたいな感じで、すごくこの静かなスーパーカーっていうのも気に入られてますね。で必要な時にこう音出して、そう、もうそれこそ異次元の加速ができるっていう。そうですね、はい、すごい車ですね。とんでもない車、すごい時代になりましたね。じゃあ続いて、はい、なんと中も紹介していいってことで、はい、どんだけ心が広いオーナーさんなんだってまだ100キロも走ってないですよね。はい、まあ一回乗っただけのド新車ですね。はい、はい、いいよ、見せていいよってことで、はい、どうぞ、中をご覧くださいませ。ツッチーのオーナーさん、ツッチーのファンですから。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、リアクション芸人ツチヤです、はい、これ中も今までの何ですかフェラーリの流れも感じますけど、うん、中もやばくないですかこれ。そう、中、まあもちろんね、レザーシートとかカーボンでね、すごく豪華なインテリアですけど、そのスイッチ類がやっぱもうタッチパネルになったので、その辺がすごい未来感を感じますね。本当に宇宙船じゃないですか。うん、確かに感じますね。でそんなデザインなのに、この内装はちょっとなんか、あ、ブラウンと黒のエスプレッソ的な、うんうん、ね、ちょっと濃いめの焦げ茶、うん、このクラシックさをちょっと感じる、うん、カラーのチョイス、うん、すごくないですか、ね、オーナー様のセンスを感じますね。ステアリングもそんな感じになってるんですよね。ステアリングも綺麗ですね。はあ、中もほぼフルオプションじゃないですかこれ。中もカーボンがね、さっきオプションリスト見てましたけど、センターコンソールのカーボン、ステアリングのカーボン、エアコンのカーボン、あとは内張りのカーボンの、まあ、全部カーボンは、つけれるだけつけたって言ってはりましたので。そしてさっき下見でびっくりしたんですけど、エアコンの吹き出しどうなってんですかこれ。その辺どうなんですかね浮いた感じになってますよ。だってこうルーバーがそうなんか宙に浮いてるみたいな。そこまではね、見てなかったですけど。でシフトも新世代のやつですね。もう本当にカチッて動かすだけの、うん、そう、はい。でしかもこれがちょっとオンにしたりちょっといじってる姿もちょっとお届けしていいんですよね、うん、まあです、はい、まあ、せっかくちょっとエンジンというかイグニッションオンにして、浅井さんお願いいたします、はい、手袋してると反応しないんじゃないですか。反応するのかな。ちょっと一回やってみましょう。はい、はい、反応しません反応しませんねちょっと反、はい、ポチッ。おお、これすごいっすね。これで今、走行できる状態になりましたね。ちょっとナイトライダー思い出しましたよ。そうで、これがハイブリッドモードですね。でこれを例えばここ押すとレースモードで、今エンジンが上がりましたね。でハイブリッドモード、あ、これは今できないというふうに切り替えができますね。爆音すぎて僕には何も聞き取れませんさあ、そして今、はい、全部のところをご開帳ということで大げさな全部開けてみる、はい、開けてみました。こんなことが許されるのかっていう、許されます。そうですね、はい、でこれをするとよりエンジンの低さ、エンジンの、ね、本体の低さっていうのがすごく分かります。めっちゃ低いですね。めちゃめちゃ低いですね。めっちゃ低いです。全部カーボンじゃないですか。全部カーボンですね。はあ、これここ真ん中とかえぐいっすね。えぐいね。こう整備性どうなんだろうね整備性めちゃ悪そうです
あのそもそも外装もこれなかなか触りたくないし、ない、ない、絶対に触りたくない、ちょっと触りたくない感じですね。元メカニックの、はい、まあ、現役メカニックの、ツッチーからすると、メカニック視点から言うともう絶対もう土下座でお断りしたいぐらいの、はい、なんかあればがぜひお願いします、はい、でこれが、普通の、はい、こっち以外に普通なんですね、ガソリン、はい、でこっちが充電ポート、充電、ね、こんな感じで想像できます、うん、フェラーリがあの充電するっていう時代が、ね、これね、充電の方法もあのちゃんと順序があって、はい、先にコンセントだったっけな、先にコンセント入れたらいけないのかな、あの、あ、順序がある、そうなんすか、そう、先に作法があるんです、そう、作法しないと充電されてないってことが結構あるんで、まあ、その辺で、あとその充電もこれはまあ有名なあれですけど、はい、あのアースがね、はい、普通の充電じゃなくてこのなんだ海外みたいな、この2個の穴と1個アースがある充電、そう、コンセントじゃないと充電できないと、あ、そうなんすか、でたまにお客さん、あの違うお客さんですけど、はい、その施設の、はい、電力が弱かったりすると、はい、充電されてなかったりするみたいなので、はい、だから今いろいろね、やっぱりあの新しい車なんでそういう辺の試行錯誤あるみたいですね。へーって言ってましたけど全く参考にならないです。あ、そうです僕も分かりません、そんだけ触ることがないし、はい、所有することもないです、はいはい、すごすぎます、はい、まあ、前あとハイブリッドシステム前、はい、見てちょっと見てみましょう、はい、あのだんだん僕申し訳なくなってきました。こんなすごい車をこんなふざけて紹介していいのかという、はい、結構真面目でしょ今回。本当ですか。結構真面目に紹介しますよ。もう最後ちょっとコネタ開けちゃいましたけど、はい、これすごいですよね。すごいですね。ついになんかこのハイブリッドのシステムも見せる時代になった、見せる時代になったという、ね、なってます。これこのオレンジ色が高圧ラインなんですよね。その辺全く分かんないですけど、高電圧ラインなんですよこれ。確か世界基準で多分そうです。へえ。で、あの、僕はあのトヨタのハイブリッドのなんかその資料を読ませてもらうことがあって、はい、このオレンジ色のところは専用の工具じゃないと触っちゃいけないんですよ。全部絶縁されてるやつじゃないと。でもさすがフェラーリと思いませんか。これ最後見せる。そうなんですよ、さっき言ったようにね。でこれは歴さんじゃないっぽいですよね多分。どうなんですかね。多分多分ね、はい、であとこの辺は熱持たないですか、ね、見てください。トランクルームが絶望的に小さい。どこにも行けないどこにも行けない、はい、これ上げてびっくり、小さい。さっきあの住宅地とか、うん、あの市街地乗れる車なんですねって言ってみたもの、ね、乗ってもらったもの、旅行どこに荷物乗すんだっていう。送りましょう、送りましょう、送りましょう、ですね、はい、絶望的にこれは小さいですので、そうですね、着替えぐらいしか入らないというね。まあでも1個ちっちゃいボストンバッグぐらい、まあ、そのぐらいは入りますけど、はい、まあ、あのちっちゃい絶望的にまだねF8 の時とかって深さがあったんでよかったんですけど、絶望的に小さいなというのはちょっと思いましたけど、モーターとかバッテリーとか、まあ、その辺がその辺がやっぱりいろいろついていると思います、はい、そしてオプション、オプションじゃんね、はいはい、まあ、こんだけカーボン、カーボン、カーボン、カーボンというのが、ね、これもエグいですね、エグいですね。さっきちょっと話してましたけど、はい、ついてないのを探す方が早いんじゃないかっていう。どうなんですかね、とりあえずでもすごいですね。1900万円ですからそれだけで家買えるじゃねえかということですね、はい、とんでもない量のオプションがついてる車みたいです、はい、ついてます。じゃあ最後にもうみんなが気になるこの SF90 サウンド、まあ、あとはその吹かせるのか吹かせないのか問題、そうですね、はい、ちょっとこれも検証したいと思います。エンジンかけましょうか。何度も言いますけどちゃんとオーナー様にあの了承を得てやってるんですから、はい、一言どうぞってさっき書いてきましたということです、はい、お願いいたします。かけます。ついてるんですか。リミッターついてるっぽいですね。5000回転弱ぐらいで、でも結構吹かせますね、うん、音はいいと思いますね。音太い、うん、これ言われないと本当にハイブリッドって分かんないね。分からないですね、はい、パワフルサウンドこんな感じになっております。じゃあ最後になりますけども、はい、じゃあ僕からいかがでしたかって聞いてください。あ、はい、じゃあツッチーわざわざね今回も、はい、埼玉の方から来ていただいていかがでしたでしょうか。ですね、もう今回すごくいいものを見せていただいて、もうめちゃめちゃ目の保養になりました、うん、そしてあとはフェラーリのなんか新しい時代を感じました、うん、結構なんかその音がだんだんこうこもってったり、うん、ちっちゃくなってったり吹かせなくなったり、ちょっとなんかどうなのってちょっとこう世の中的にもそうだし、うん、僕的にもなんかちょっと寂しさ感じてたんですけど、新しいのは新時代ですね、うん、なんかもうオンオフ使い分けられるし、
もう本当に新しい時代になんかすごく合ってるなっていう。でちゃんとこう攻めた感じもあるのをすごく感じました。でこれがもっとその僕どっちにしろ手届かないですけど、もっとこう下の価格帯的にもこの流れがもっと続いてきてくれたらいいなと思った。そうですね、まあ、本当に、まあ、僕らね、あの従業員はもう全く手の届かない車ですし、本当に、こういうふうにね、関わってるだけでもすごい幸せなことなんですけれども、まあ、フェラーリも、まあ、僕らの時代って458全盛の時代だったんですかね、からも本当にやっぱり時代が変わって、まあ、フェラーリも、PHEV の時代になりましたし、本当に今、まあ、でも時代が変わってもね、こういうふうにタイヤホイールとか車高とか、変わらない、普遍的なこともありますので、まあ、その辺はあとプロテクションフィルムですね、その辺はぜひ、お任せいただいて、であとはね重ねてやっぱり、このほぼ新車並みの車ですけれども、まあ、あのどうぞ勝手にあのいじったりですとか、まあ、勝手に動画撮影もしてもいいよと言ってオーナー様にはですね本当に感謝しかありませんし、はい、まあ、ツッチーの、ね、ファンですので明日時間があれば、ね、あのよろしくお願いします、一緒に、ね、会いに行きたいと思います、はい、とりあえず以上です、はいはい、というわけで今回 SF90 ご紹介させていただいたんですけど、はい、もうじゃあ SF90 のカスタマイズは浅井店長にお任せいただければ。そうですね、まあ、いろいろデータは取りましたので、はい、これで問題ないかなと思います。できると思いますので、はい、ぜひお気軽にお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。